エミさんで、はい、あの計測した時もあるんですけど、スリミングコース前後で、うん、やっぱりか何センチか変わってたんで、うん、お腹ね細くなるんですよ。こんな感じですね。いただきます、うん。いますね。そう、かゆかったですずっと。あの血行が普段悪かった人が暖かくなるとちょっとかゆみが出てくる。そうなんですよね。っていうことありますね。背中も少し少し少しですよ。はい、よいしょ。じゃあ、よいしょ、一旦これを前に入れますね。すいません。ちょっと起きてみてください。はい。はい、お腹はちょっとこう、あのご自身でですね、触ってみていただいて、あ、ちょっと立ってみるとくびれの感じとかも見やすいかもしれない。どうですか、ね、あ、確かになんかここがシュッてなってる、はいはい、し、なんか、うん、女の子のお腹みたいな、あ、柔らかくて女の子ですからね。そう、でもそう、あの暖かさと柔らかさが出て、うん、このくびれのラインもここが綺麗に分かりますかね。そう、ウエストラインが最初よりもスッと出てますね、うん、はい、うん、あの引き締まった感じあると思います。下腹の方もね、少し、はい、あの意識しなくても、はい、ちょっと最初に比べるとこう位置というか、うん、うん、この辺がねやっぱ硬くて、こっちは柔らかいのがいいんですよ、うん、お腹としては、うん、そう、この辺がね大体の人はぷよぷよぷよっとしてて、みぞおちのところが硬いっていう風になっちゃってるんですけど、その辺がね、あのほぐしてあげると変わるんですね。はい、はい、はい、じゃあお腹のコース以上ですね、はい、気持ちよかったです。ありがとうございます。どうですかね、ここがなんかシュッてなってます、そうですね、はい、だいぶあのほんとすっきり、この上との差がいい感じになりましたよね。くびれのラインが綺麗に出てるなと思います。いいですね、綺麗に くびれのラインが、ここがすごいはっきりしましたよね、うん、はい、うん、この中にいる赤ちゃんが完璧な。そうですね、この人もまあまあちょっとでまたおいおいやっていくって感じで、おいおい、今一旦ここのラインが出たので、そのなんですかね、正面から見た感じはすごくこのくびれのカーブが綺麗にあっていいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。